6月13日、中日監督立浪がリーグ戦再開に合わせて根尾昂を外野手から投手登録にすることを明かしました。これに関して OB をはじめ野球関係者からはそんなに甘いものではないなどといった批判的な声も多く上がっています。事実、石井拓郎、糸井嘉男などもともと投手でプロ入りした選手が野手に転向し活躍するケースは多く見られますが、野手から投手に転向して活躍したという事例はあまり聞きません。ただ実際プロ野球界では野手から投手にコンバートし活躍を見せた選手がいます。今回はそんな選手を4人ピックアップして紹介します。それでは早速1人目、長役。野手から投手にコンバートし現役で活躍する選手です。長は小学3年時に台湾で野球を始めると、7歳年上のいとこである楊大寛に憧れ、高校は福岡第一に進学します。高校時代は外野手と投手を任され活躍を見せました。その後日本経済大学では外野手として1年春からレギュラーに定着し、2016年のドラフト会議において育成1位でオリックスから指名を受けます。外野手としてプロ野球人生を歩み始めた長は1年目2軍戦に59試合出場。しかし打率0割9分1厘、ホームラン0本、打点1と振るわず、翌2018年には2軍で15試合連続ノーヒットを喫したことで6月中旬から投球練習を開始します。その後外野手登録を続けながら2軍戦に5試合登板すると、5イニングで防御率 1.80 をマーク。そしてポジション登録を外野手から投手に変更し迎えた2019年シーズン。この年は5月1日に支配下登録を勝ち取ると、5月16日のロッテ戦でプロデビューを果たします。その後8月8日の日本ハム戦では先発のマウンドに上がり、6回被安打に1失点、無四球、6奪三振という内容でプロ初勝利を記録しました。さらにシーズン終了後に行われたプレミア12では台湾代表の投手として出場し、13回3分の2無失点の好投で大会ベスト9に選ばれるなど活躍を見せています。続いて2人目、加瀬俊博。北陽高校時代エースで4番として活躍を見せた加瀬は、1994年のドラフト会議においてドラフト1位でオリックスから指名を受けます。そしてプロでは外野手としてプレーすることを決断。すると2年目の96年シーズンに1軍昇格を果たし、17試合に出場すると打率2割2分7厘の成績をマーク。そんな中で3年目の春季キャンプでは監督の扇から登板を命じられ、紅白戦のマウンドに立ちます。すると一郎、大島、ニールらを打ち取ったことがきっかけとなり、外野手兼投手として道を模索し始めることとなります。3月3日のダイエーとのオープン戦では9回2アウトの場面で外野から走ってマウンドに上がり、井口を抑えました。そしてこの年は外野手登録のまま2試合に登板。その後2年間は投手としての出場はなかったものの、2000年にプロ初勝利を挙げると、2001年からは投手登録となります。迎えた2001年シーズン、この年は左の中継ぎとしてリーグ最多の70試合に登板し、2勝0敗、防御率 3.21 の好成績を残しました。続いて3人目、萩原潤。東海大甲府時代、高校通算25本のホームランを放ち、91年のドラフト会議ではオリックスから2位で指名を受け入団。新人時代は同期の一郎や田口壮と同じく期待されましたが、才能が開花せず、プロ入り9年間で1安打に終わります。そんな現状を打破させるために監督の扇は2000年シーズン途中に萩原を投手にコンバートします。そして投手転向2年目の2001年に1軍初登板を果たし、迎えた2002年シーズン、この年は一から鍛え上げた直球を武器に活躍し、夏には抑えを務めるようになると、最終的に48試合の登板で3勝4敗10セーブ、防御率 2.64 の好成績を残しました。その後打ち込まれ防御率が悪化することはありましたが、投手として稼働した9年のうち6年で30試合以上に登板するというタフさを見せました。最後に4人目、遠山昌司。
高校時代対外試合で投手として69勝3敗、打者として打率4割4分、ホームラン35本を記録していた遠山は、85年のドラフト会議において、外れ1位で阪神に入団します。プロでは投手として1年目から先発ローテーションの一角を担い、8勝をマーク。ここから阪神のエースへの道を歩むかと思われましたが、翌年からは左肩を痛め、成績が下降していくこととなります。そして90年シーズン終了後にトレードでロッテに移籍。ロッテではサイドスローに挑戦するも、左打者を抑えることができず、移籍5年目の95年シーズンから外野手に転向します。さすがにここから野手として成功するのは難しいのではないか、そう思われていた中、遠山は96年シーズンに2軍で最多安打を記録したのでした。しかし97年には1軍公式戦への出場機会がなく、戦力外通告を受けます。これに対して現役続行を希望した遠山は、古巣阪神の入団テストを受験し、見事合格。阪神復帰時にはオーバースローだった遠山ですが、99年シーズンに監督に就任した野村克也の勧めでサイドスローに転向。そしてこの時習得したシュートを武器に左キラーとして活躍を見せることとなります。特に松井秀喜、高橋由伸に強く、この年松井を13打数ノーヒットに抑えたことからついた異名はゴジラキラー。その後翌2000年シーズンにはオールスターに出場。また右横手の笠井実とポジションを一塁投手と入れ替えながらの一人一殺リレーで話題を集めるなど、プロ野球を盛り上げました。以上で野手から投手に転向し活躍を見せた4選手の紹介は終了です。プロ入り時ショート1本で行く、そう覚悟を決めるも、2022年からは外野1本で勝負することとなり、シーズン途中にはショートに転向。そしてさらに投手転向とポジションが定まらない根尾昂。様々な声はありますが、それは期待があってのことだと思います。今回、野手から投手にコンバートし、活躍した選手を紹介しましたが、正直、石井拓郎、糸井嘉男ら、投手から野手に転向し、活躍を見せた選手ほどのインパクトには欠けます。投手というのは、野球の中でも特別なポジションであり、一朝一夕にはいかないため、圧巻の成績を残すのは相当難しいのだと思います。だからこそ根尾には最多勝を取るほどの活躍をしてほしいと個人的に思っています。ここまでの注目を集めるスター選手だからこそ道を切り開いてくれるのではないか。批判に負けず結果を出すべく邁進する根尾の姿が今後も見られることに期待し、この動画を終えたいと思います。それでは今回の動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。